はい、どうも、ケイです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで皆さん、なんと僕は、ショートヘアに生まれ変わりましたどうですか、皆さん。ちょっと前髪上げてるんであれなんですけど、実は僕、こういう前髪だったじゃん、今まで。なんだけど、こういうちょっと前髪をこうね、カーブさせるんではなく、この、下ろすという、往年の松田翔太さんのような髪型に今回させていただきまして、前頭シルバーでございます。久しぶりに、ってか、過去一短いかも、この襟足。マジショートなんだけど、まあ、こんな感じで、襟足長いのが飽きちゃったので、最近なくしたいなと思って夏っぽくさっぱりとさせていただきました。ということで、今日はこの髪型になってから初めての動画なんですけど、今日はね、久しぶりにがっつり検証を撮っていこうと思いまして、動画回してるんですけど、というのも、最近ロフトとかプラザーとか行くとよく見かける、ヒンスのクッションファンデーション。まあ結構バズってると思うんですけど、それをね、今回使っていきたくて、こちらですね、ツヤタイプとマトタイプで結構論争が巻き起こってたりもするので、それも踏まえて検証しなければ、ということで今回検証を回していこうと思います。ということで早速やっていきましょう。スタート。ヒンスはですね、僕は結構馴染みが割とあるっちゃあるんですけど、日本人だけど韓国に住んでるモデルの友達がヒンスのモデルをしてたりとか、あとズッチもね、結構これを使ってたりするので、周りからの口コミもすごくいいし、まあ期待はすごく上がってるんですけれども、今スキンケアを終わらしてあるので、まずこの羊から使っていくんですけど、羊も今日はヒンスのものを使っていこうと思います。こちらです。これはまあプライマーなので軽く使っていきます。ヒンス結構ね、そもそもナチュラルなコスメブランドのイメージがすごくあって、カバー力もそこまで激しめじゃなくて。なんだけど結構ね、テクスチャー試したりすると、意外とカバー力もしっかりあって。で、アイシャドウとか、そういうポイントメイクのものもすごく可愛いのが多くて、最近その普通にメイクするときでも、てか今日むくみすぎだよね、顔。ショートカットにすると余計パンパンが目立つんだよね。まあ、いいんだけど。シャドウとかも結構ヒンスのもの使ったりとかしてて、それも今日ね、踏まえて使っていくんですけど。はい、ということでまず、グロークッション。アイボリーかな?パッケージの方を先に使っていきます。ヒンスのセカンドスキングロークッションですね。カラーは僕どっちも21番アイボリーのカラーを使っていきます。でも特徴といたしましては SPF50 プラス PA4 プラスの最高基準の紫外線防御力が入っておりまして、これ素晴らしいよね。ビーガン処方になってます。でパールのような上品なツヤ感で、なんと 62% 水分エッセンスできているらしく、つけるたびに肌の潤いを保ってくれるみたいです。もうこんなこと言われたらね、期待が明るくしかないですよね。そして皮膚一時刺激テスト、敏感肌パッチテストも済みと、期待値がすごく上がっております。グロータイプの方は開けるとね、こんな感じで、スポンジタイプのものになってますね。それぞれ多分どちらも4色展開だと思うんだけど、まあ、アイボリーは多分3番目のカラーかな。15、17、21、23だった気がする。だけど、これ21なので、そのぐらいのカラーリングなんですけど、ただ僕いつも白目のファンデ使うじゃないですか。その僕が使ってみて、アイボリーでも全然色味が暗くなくて、基本的に全部明るめな展開だと思うので、結構白肌さん向きなのかなっていうふうにも思います。で、今日半顔ずつツヤとマットに仕上げてきたので、まずこっちの側にツヤを見ていこうと思います。いきますね。ポン。あ、めっちゃ強。色味もアイボリーでこの感じの色味なので、結構なんか白肌だけど、僕もともとがめっちゃ黄身なので、色がちょうどいい感じの色味になってますね。ツヤタイプのものって結構カバー力ないものが多いというか、自然な肌に見せるためにそこまでカバー力強めなものってあんまない気がするんだけど、このヒンスのやつはカバー力もね結構あって、ツヤもしっかり出ることによって、このね白斑ですね、僕の一番ネックなこの白斑も割とこうやって光で飛ばしてくれてる感じもするので、すごい優秀ですね。もう本当にすっぴんと遜色ないぐらい、もう自然にカバーしたいって人からすると、少しカバーがしっかりとしてるので、すっぴん肌に見えるってよりかは気になるところをカバーしてくれてるんだけど、ツヤがめっちゃ綺麗なんで、ツヤ肌仕上げにしたいし、カバー力もなくしたくないっていうか、ちゃんとカバーもしたいって人にすごくおすすめなファンデーションかなと思います。ただこれがね、耐久も兼ねて検証していくので、ちゃんとこれがね、長時間経っても崩れないのかっていう、綺麗に仕上がってるのかっていうのがね、ちょっと疑問点ではありますね。それで長時間過ごせたらすごくないですか?だって。はい、ということで、まず半顔にグローを塗っていきました。仕上がりこんな感じですね。ビフォーアフターでやるんですけど。やっぱね、グロークッションって言っただけあって、ツヤがめっちゃ綺麗なのと、セカンドスキングロークッション、だから、第二の肌になってくれるっていう意味なんだけど、もちろんカバーはしっかりとしてくれてるんだけど、スキンケアしたてのめっちゃ綺麗な肌って感じ。なんか美容クリニックとか行って、いろんなこう、施術してもらった後の、もう肌綺麗じゃないですかって皆さんがこう、ストーリー投げるような、本当に綺麗な肌ができてるっていう感じですね。ツヤもすんごい綺麗だし。で、触った感じ、もちろんしっとりはしてるんだけど、そこまでこう、ベタベタしてるって感じは特にないかな。という感じですね。お次はですね、こちらのマットクッションの方で使っていきます。ヒンスのセカンドスキンメッシュマットクッションですね。
こちらも21番アイボリーを使っていくんですけど、名前聞いてさ、メッシュマットクッションって聞いてさ、あれメッシュマットってなんだと思うじゃないですか。これね、不思議で、じゃん、開けるとね、なんかメッシュタイプなんですよ。普通ツヤだったらメッシュタイプのクッションマットって多いんだけど、逆にそのマットの方がメッシュタイプっていう、すごく不思議な形状をしていて、これ僕初めて使います。そしてマットクッションの説明もしていきます。マットクッションの特徴は SPF40PA2+ で、グローと同じくビーガン処方になっております。密着力に優れていて、化粧崩れしにくく、揺れずに48時間キープするので、夏シーズンに最適だそうです。さらに、低刺激認証、48時間持続力、アンチダークニングテスト済みらしいです。ということで、セミマットの仕上がりで化粧崩れしにくい夏におすすめなマットクッションということでやっていくんですけど、これ使い方もね、グローとまた違いまして、メッシュタイプってさ、結構メッシュタイプでもこうトントン叩く方が多いと思うんだけど、この場合、まあ、一回つけるじゃないですか。したら、ほんと軽くメッシュをポンと、強く押したら結構つけすぎちゃうので、軽くメッシュをポンと押してから、この蓋とかで、ちょっとこうやって、量を一旦調節します。そうしまして、こう叩くんじゃなくって、上からこう馴染ませるように、こうやって、滑らせて使っていく、ものらしくって。わかる？伝わる？この感じ。こうじゃなくて、こう、滑らせて使うクッションらしいです。あ、でも綺麗。こうメッシュにすることで、ファンデーションをね、よりさらにこう細かくフィルタリングしてくれて、軽い付け心地なんだけど、カバー力もしっかりと発揮してくれるっていうものらしいので、なんか珍しいですよね。あの、すごい。マットっていうかセミマットって感じ。そこまでそのマットマットって感じじゃないから、こっちすごい綺麗に仕上がってる感じがしますね。なんかこっちのツヤよりは、少しこう抑えられてる感じがしますね、やっぱりね。あとやっぱりね、カバー力がこっちも高いね。こっちも、ちゃんとカバーしてくれる感じするんだけど、ちょっとやっぱこのさ、ほくろとかも透けて見える感じあるし、なんかちょっとほんのりと、そもそもの赤みも少し残してくれてる感じがするけど、こっちはもう完全に陶器肌っていう感じ。でも別にツヤがないわけじゃないから、肌はすごい綺麗に見えますね。しかもなんかクッションまでで聞くとやっぱさ、パフでポンポンできるから手軽だしさ、ちょっと手抜き感がある感じがする人も多いと思うんだけど、イメージ的にね。でもこれは本当になんか、ブラシで丁寧に丁寧にこう作り込んで塗っていった感じのテクスチャーになるので、すごくなんか上品な仕上がりになる気がしますね。すごい、なんか厚い感も特になく、本当に薄くカバーしてくれてるんだけど、仕上がりがめちゃくちゃ綺麗に仕上がるなっていう印象。クッションってさ、マジいいとこだらけなんだよね、本当に。ということで、両方に塗れたので、それぞれね、もう検証でおなじみのティッシュ検証をしていこうと思います。それではまず、こちらのグロータイプからティッシュ検証いきます。これマスクだと思ってください、皆さん。てらん。おー、こんな感じですね。少し、色がついてる感じもしなくはないので、少し取れてるかもしれないけれども、肌自体には影響なしって感じですね。お次、こちらのマットの方いきます。あ、こちらやっぱついてないね。こんな感じですね。で、こっちの肌自体も、若干のツヤ感も残ってるし、取れてる感じも特にないですね。正直さ、マスクにつくときってさ、色は残るけど、取れたとしてもこの肌がどうなってるかじゃないですか。取れないってことよりも、その仕上がりがどうなってるかってことだと思うんですけど、仕上がりめっちゃ綺麗なんで、なんかそこは割とね、いい感じじゃないかなって思います、個人的に。ではこのまま一旦フルメイクまで仕上げていこうと思うので、次はコンシーラー使っていきます。今日品質のものをね、たくさん使っていきたいなと思ってるので、今日は品質のコンシーラー使っていきます。若干のね、このね、白斑とか、あと鼻の頭とかカバーしたいところを少しだけ使っていきます。で、今日はやっぱね、クッションの検証ってことなんで、パウダーを極力使いたくないんですね、検証なんで。普段もマットマット人間なんで、基本的にこの感じがいいな、めっちゃ可愛い。これ基本なんかパウダーたくさん使って崩れにくくするタイプなんですけど、あくまで今日は純粋にファンデーションの検証なんで、なるべく今日はパウダーを使わずにクッションだけで仕上げていきたいなと思います。でも本当にこのクッションマジで仕上がり綺麗だね。打ち込みだけやっぱあるよねっていう。コンシーラーとかもさ、ほらわかる、白斑割とカバーできてますね。昨日僕一日マリリン家でフィリピンズとかズッチフーチとかと夏満喫デーだったので、こんな感じでね、プール入ったりとか、お祭りたりとかしてたんですけど、一日入れなかったから、もう、ルシウスとかもう、メンヘラ、マジで。どこ行くのどこ行くのって、もう全部行くとこ行くとこ全部にこうついてきて、で、僕今撮影始めたら、もう今度はもう、なんで構ってくれないんだつって、もうすごいもう、激怒してるんで、ごめんね、言うて。これで、あなたのご飯を払ってるんだよ、僕は。ね。許せ。猫。よし。お次に、シェーディングですね。そう、グレーになってからさ、眉毛がさ、ずっと赤くなってたじゃん、今までは。それがさ、黒に戻ったからさ、黒の方がしっくりくるよね。眉毛って。うん。いい立体感。案外俺、パウダーなしでもメイクできるかもしれんな。
新境地が開かれようとしている。こう密着力高かったりさ、崩れにくいクッションファンデとかあったら、本当にファンデーションだけでパウダーせずに、こうやってさ、直でこうシェーディングしたりとかできるわけだから、ここがいいですよね。暑いわ。ほんまに暑いねん。この前の下全体的に、ね、入れた方がいい感じになるから。まあ、さっき自然とこう艶側を残した方が肌綺麗に見えるかもね。意外と。発見が多いな。で、離した。出てきたの、ここに。足の下にね、こう、伝わってから、ほんと。嬉しいですね。なんて可愛いの、あなた。少し、ここら辺の境界線をね、ぼかす。白いパウダーで。はい、こういう感じですね。次、眉毛描いていきまーす。黒眉毛になって嬉しい。なんかさ、美人よくない？なんか。え？案外さ、クッションだけとかの俺似合うんか？めっちゃ肌綺麗に見るんだけど、普段のさ、マットがちがちな、もうパウダー使いまくってますメイクも別にベストなんだけど、今日のこのなんか自然な感じもすごい好きだな。このメイクでもいけるんちゃうか、案外。そしたら、今度は、パウダーをするよ。で、毛を描いていきます。とか、いいかも、クッションファンデだけのメイク。こういうメイクもね、良さそう。あとさ、割とさ、このさ、ファンデと、このシェーディングとアイブロウだけで結構、シュッとして見えてるから。眉毛も結構普段よりもナチュラルめに。なんかハイトーンにするときにさ、眉毛じゃどうするんですかって質問よく来るんだけど、僕は圧倒的に、もうハイトーンこそ黒眉派。なんだけど赤の場合は浮くから、色が単純に違うから。モノトーンな髪色の場合は基本僕黒眉派なんで、そこはお伝えしておきます。で、今日アイシャドウパレットもヒンスの、ニューディープアイシャドウパレット04番ザ・ネラティブかな。使っていきます。これね、マジ好きで僕普段から最近めっちゃ使ってて、髪色変えてからちょうどこれを最近毎日メイクで使うことが多くて、ブラウン系なんだけどちょっとね、色味がサイド低めな感じで黒も入ってるからすごい使いやすくって、これをね今日も使っていこうと思います。でラメもね可愛いしさ、ちょうどいいんですよ。これがこれはまずベースに明るいカラーからだんだんと締めて使っていきます。これちょっとマット塗るだけでもこんだけ違うわけ、なんかわかる。粒子細かくてさ、なんかちょうどいいんだよね。なんかこう彫り服となった感じする。影っぽい色だから最近すごいこういうなんか色味強いガーンとかじゃなくて、なんかこう影なんだけど割れてるでしょみたいな感じのメイクが最近好きでやってます。でさらに暗めのこれを拭いてあげて、こう陰影をね作っていくイメージ。女の子メイクの場合は別にこれにさ、まつげバサバサにこう束感作るだけでもすっごい可愛くなると思う。こういう影っぽいから最近流行ってんじゃん。ちょっと色味が欲しいなと思ったら、こういうさ、ちょっとこうブラウンがかった、ちょっとこう赤みのあるカラーを少しだけね、黒いの真ん中くらいに置いてあげると、印象ちょっと変わって、可愛くなる。までおすすめ。ほんといいカラーが多くて、好きなんですよね。ほんとに。そしたら一旦、細いブラシに取ってあげて、下まぶた描いていきます。はい。では次、涙袋は、さらにこういう細いタイプのブラシを使って描きます。こういう感じで、取るじゃん。で、今度は、ポイントコンシーラー。これ何でもいいんだけど、ポイントコンシーラーで、この目の下だけ、超できるの。ちょっと、やりすぎたかもしれないけど。で、このね、最後、黒いシャドウを使って。この黒も、なんかその、めっちゃ黒じゃなくて、こういうね、わかる、シマーな感じの黒だから、そこまでその、黒ってなんないから、おすすめなんだけど。で、クッションファンデとか使った時は、ぼかしが大事なんで、何もついてないブラシで、シャドウをこう、ぼかす作業が必要なんですね。ベースにパウダー塗ってると結構、もともとついてるパウダーがぼかしやすくしてくれるから、すごいやりやすいんだけど、こういうクッションファンデの上からつける場合だと、伸びがそこまで良くなくて、ガッてついちゃうことが多いので、一旦こういうね、細かいブラシでつけてあげた方が、で、なんか何もついてないブレンディングブラシでぼかしてあげた方が綺麗にね、グラデーションになるのでおすすめです。最近は本当にね、僕マットなシャドウがすごい好きで、あんまりラメとかはそこまで使わなくなってる。髪型がちょっとボーイッシュになったから余計にかもしれないけど、あんまり最近はラメラメというよりかはマットなシャドウでなんか自然な陰影を作る。プラスダークなカラーを使ってメイクする音が多いですね。で、今日はちょっとね、華やかな感じにしたいので、ラメを使っていこうと思うんですけど、普段使わないんだけどね。そのラメもすごい綺麗だから使っていきたくて。このね、境界線あたりに、つなげる感じで、塗ってあげると、黒から目頭側の影っぽいカラーとすごい馴染みが良くなるので、全体的にこう散らばらせる感じで塗ると、すごい綺麗かなと思います。で、少しピンク味のあるカラーで、目尻側から少しだけ、ちょっとこれ、
もう幅自体をこう広げていく。でも写像でだけ見るとやりすぎな感じするじゃん。涙袋すごすぎじゃないって思うけど、馴染ませるね、今からね。ラインそこまで引かないよって人は、ここまで涙袋の幅があると、ちょっと太すぎるかもしれないので、もう少し細めの方がいいかもしれないですね。で、ラインをぼかす。ほら、馴染んだのわかる？整形メイクって言われる。嬉しいけどね。よし。下手すぎん、こっちのまつげ。2点。今日。チークはヒンスのやつ使っていきます。 L003 はドリームライクってからですね。これ面白くて見て、ほらパープルとピンクだもん。このパープルの分が肌をね、こう透明感上げてくれるらしくって、くすみがちの部分に乗っけると透明感上がるよっていうやつなんですよね。だからこれを先にまず仕込んであげて、次チークを上から塗ると、気持ちツヤ抑えられちゃうけどいい感じ。うん。最後、リップですね。リップは同じくヒンスのやつなんですけど、使うカラーが LV001 番ですね。使っていきます。マジさ、これすごくて、泥リップってあるじゃん、最近流行ってる。量がするぐらいのトロトロさ。で、すごいの、広がり具合が全然すごいね、なんか。スフレ感っていうのもうがすごくて。ぼかしやすさがもう天才的なの、本当に。もうチップで塗ってる時からもうぼかせるし、テクスチャーが本当に大好き、これ。ねえ、出たね。めっちゃ可愛い色。ブルベって感じの色だけど。この色がグレーなんで。と感じで、これでメイクは完成しました。ツヤもしっかりと残っている感じがして、めっちゃ綺麗ですね。と感じで、今からね、外出やら、用事やら、いろいろして、またね、カメラ回そうと思うので、一旦、どうなるか楽しみにしてくださいね。では一旦、バイバーイ。はい、ということで、3時過ぎぐらいにメイクしたから、9時間経過してる感じですね。帰ってきました。こんな感じでーす。予定終わって、本当に今日普通に、もうマスクはしなかったけど、一回メイク直しせずに過ごしてて、リップはまあ若干取れてしまってるけど、でも色残り結構ある感じで、すね。で、まあ、感じの肌だよね。どうでしょう？ここ若干多分触っちゃって取れてる感あるんだけど、他の部分どうでしょう？鼻周りとかも、そこまで崩れて、とか、初めてぐらい。僕普段、クッションファンドの検証ですら、パウダーつけたりとか、パウダーファンで上から足したりとかしちゃうんだけど、今日マジでガチで、クッションファンデだけでメイクしてやろうと思って、一切パウダーを使ってないのに今日。で、考えると、結構自分的には新しい発見。案外崩れるんだよね、クッションファンデって。ルシウスの毛がついてるよ。ルシウスにさ、帰ってきた瞬間にさ、猫吸いしたんだけどさ、うわ、やばい、クッションファンデだと思ってさ、顔パッて見たけどさ、毛ついてるけど、ルシウスに全然ベタベタした感じがなくて、意外と崩れないっていうのが、僕の率直な感想かなと思いますね。だいたい僕崩れちゃうこの小鼻周りとかも、パウダー使ってない割には崩れてない気がするなって感じですね。もちろんマスクずっとしてたら崩れちゃうかもしれないんだけど、マスクせずに過ごした分にしては本当にこういう感じの崩れ方、まあ、ほぼ崩れてない気もするけど、っていう感じですね。もう若干この鼻の下のテカリとかが出てくる感じはあるけど、こっちでこっちマットだったはずなんだけど、別にそこまで多分、時間経つと仕上がりの違いがそこまでない気がする。気持ちこっちの方がやっぱ艶は少しだけあるけど、もこっちも別に艶もあるしな。なんかマットっていうだけあって、すごいセミマットな感じに仕上がるかと思ったんだけど、こんな感じですね。でも鼻周りとかテカってる感じも特になく、ドロドロ崩れていく感じが僕的にこうイメージ的にしたんだけど、別にそんな感じもないですね。普通に過ごして、普通にメイクもあんまり崩れずに過ごせたかなっていう感じはしますね。うん、どうでしょうか。個人的にすごい、なんかクッションファンデとしてはすごいカバー力も割としっかりとあって、で崩れ方も割と綺麗で、あんだけねロースが巻き起こるぐらいすごくいいファンデかなと思ったんですけど、どっちが好きかって話になると、やっぱり僕はカバー力がすごく大事な人間なので、やっぱりこのメッシュマットクッションの方がおすすめかなって思います。やっぱりメッシュタイプのマットクッションってあんまりないし、塗り方もすごい特殊な感じだったんだけど、なんか崩れ方とか長時間経った感じの感想としては、どちらもねあんまり大差がないというか、本当に差がないので、好きな仕上がりの方を選んでほしいなっていうふうに思います。あと上からね、例えばじゃあ塗り直してみたいなって今から思うんですけど、グロの方塗ってみますね。塗り直しできるできないで結構変わる気がするんだよね。上から押さえて綺麗に仕上がるのかっていうところじゃないですか。うん。グローの方は9時間経った上から重ねても普通に綺麗に乗る。ツヤも割と復活する感じはあって、次マットの方に行きましょうか。メッシュマットクッション。さっきこの上から擦ったら取れちゃう気がするから、直すときは僕ポンポンしたんだけど。うん、逆にパウダーを使ってないから、多分時間経ってもこんだけ綺麗に塗り直しできる気もするんだけど、普通に塗れるね。上から綺麗に。
名前になったりとかもなく。だから本当にこうマスクめっちゃ使うとかで塗り直し必須な人はそもそもパウダー使わずに上からもうストツを直してあげた方が綺麗に仕上がるかもしれないですね。ほら、すんごい綺麗になる。からもし上から直したいって場合でもすごい綺麗に仕上がるかなっていうふうに思いますね。はい、という感じで久しぶりにねガチのクッションファンデ検証していたんですけどいかがでしたでしょうか。ぜひね参考にしてもらえればというふうに思います。で今回使っていたヒンスのクッションファンデーションに関しては概要欄の方にリンクを貼ってありますのでぜひぜひ皆さん気になる方はチェックしてみてほしいなというふうに思います。という感じで初めてこのシルバーヘアで検証動画でしたがいかがでしたでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。ビデでした。バイバーイ。